それでは行きましょう、西尾フィッシュチャンネルボハテ編ということで、 NSC 懐かしのボハテにやってきました。こちらの海です。皆さん懐かしの NSC の生誕地ですよ。数年ぶりにね、こちらの方へ戻ってきました。今日はここで釣りをしようとね、思ったんですけど、あいにくの爆風でちょっと今ね、風浦の方に来てるんですよ。あの防波堤の上乗ったらすんごい爆風で釣りにならなかったんで、まあ風浦でバーベキューをしながらね、釣りをしていきたいと思います。まあ今日はキス釣りをするつもりなんで、祭りなんで、その間にね、防波堤の下のどうなってるかっていう水中映像をね、水中ドローンでね、撮影しながらやっていきたいと思いますんでね、早速やっていきましょう。じゃあ行こうかね。うん、格好が何月だか分からんような格好してるけど、まだ3月だった。あ、もう4月か。4月、4月、今日から4月だ。そうだ、あの辺でもな、そんなどういうのかって、ここだな。こっからもう向こう、ここら辺もうずっとね、遠浅の砂地だもんで、キスはどっかにおるはず。行きます。どこ行ったかわからん。俺も全然見えんかったで。オッケー、置いとけばいいや。はい、ということでこちらのね、ドローンをね、使っていきます。スマホでなんと操作できるっていうコントローラー型のね、スーパードローンですよ。これお値段なんと12万円。おう、壊さないように使っていきたいと思います。ちょっとこれ壊れるとワヤなんで、さすがに12万円なんで。俺取ってきたらでいいけど。泳いで取ってきたらでいい。行きますか、じゃあとりあえず。早速よし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 、ゴーゴーゴー。進まへん、進んだ。いた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 。でこういう感じでコントローラーでね、操作できるわけですよ。でこのカメラ水深 100m まで行けますんで、船からでももちろん行けます。船釣りからでも行けます。はい、じゃああとはもうあの水中映像をね、どうぞお楽しみください。いや、かなり濁りが入ってますね。あ、でもあの上から差し込む太陽光がちょっと綺麗で、見渡す限り魚影は全くありません。あ、ちょっと深場に来て、あ、岩場が見えますね。ゴロタが見えます。岩場来てまして、ちょっと海藻が生えてる。この辺は何かいるかな。うん、何もいません。海藻の隙間や岩の隙間にも、あ、ちょっと昆布が、あ、この海藻の中にもいないですね。うん、海藻の中、この浮いてる海藻の下にもいない感じっすね。ああ、いない。やっぱ魚いないっすわ。おらんな。魚おらんっす。おらんかったっす。いや、魚おらんでも買ってきたで。うわー、うまそうこれ。アニキフグ。やっぱね、海辺のバーベキューはこれだわ。干物焼くのが一番ええ。ちょっとまあ時間があるもんで、なんか思い出話を。まあそうですね、ここの思い出といえばもう NMC 始まる前からね、この防波堤ではみんなで釣りしてたもんで、ここはね、あの今でこそ釣れないですけど、 YouTube やる前はね、ほんと釣れたんですよ。マゴチだとかヒラメも釣れたしね、ここでルアーでね。で泳がせやってエイが釣れたりだとか、もちろん毎年キスも釣りに来とったし、サビキでサバとかアジとかも、アジとか釣ってたし、あの頃はね、少年心の塊でしたよ。まあ、あれから大人になってみんな結婚したりだとか。もうその話を聞いてなんかすげえ寂しいよ。寂しいよ。大人になっちゃったよ。なっちゃったな。大人になっちゃったよ、うん、NFC はありますから、動画上に残ってますから。もともとこういう思い出を残すっていうあれで最初はやってましたからね、 YouTube を。で、やっとった遊びをそのまんま YouTube に映しとっただけだもんね。こんな話がしとるときにだいぶ焼けてきとんのかな、これ。いや、本当に年々おらんくなる、この海。年々
YouTube やり出した頃は本当に何でも釣れた。堤防の上から五種目釣りなんて余裕でフラット行ってフラット達成しとった。もうこんなもう一種類釣るのにも大変ですよ今のこの防波堤。ちょっと送ってみます。兄貴ヒガンフグ。うん、ふわっふわ、え、うめ。お子さんにもおすすめできるわ。すんげえ、これやっぱサマフグよりうまいわ。全然うまみが違う。はい、天王寺のダイラガイ。うわ、すっげえ使っとるやん。なにこれ、マジで使っとる。醤油が、うん、抹茶色、醤油色。新商品だけど多分これ季節限定もんだもんね。今、まあ、春だけだぜ、うん、絶対こんなんは。春じゃねえと平らぎこんな安仕入れれんと思う。よし、まあ食っちゃおうかな。どれ、これいただきます。うん、あ、うまっ。貝の旨味やばい。上出来。うん、おじさん上出来。おいしいこれ、はい、これ平らぎ俺刺身よりこっちの方がうまいかも。本当に。うん、俺好きかもこっちの方が。醤油で干物にしたやつ。うん、絶対うまい。これうまそうに食うな。全然違う。刺身の味が違う。まず本当、まあ多分あとはおじさんと兄貴の愛情がすごいと思ってるもんね。それもある一個一個ね一枚一枚丹精に作っとるもんでね、うん、2人とも。うっす、じゃあちょっとね、あ、キスあげなあかんわ。キスあげよう。よし、海の中何もおらんかったけど、もしかしたら釣れとる。もしかしたら釣れとるドローンでは何もおらんかったけどね、カメラじゃ何も映らんかったけど、もしかしたら釣れとる。後ろなんて書いてあるこれ。大物求めて竿を振る釣り師です、釣り師最近さ、大物は釣れるけどさ、小物が釣れんすねマジで、本当に小物のが無事もん。マジで小物のがマジ無事。行くからが手が無事。ほら、見てごらんなさい。さ、食われたのか。カニとかに食われたね。あー、かもしれんね。変な、そういう餌もなくなっとるもんで、うん、下のやつなんかちぎれとるもんで、多分食われとるか、それか転がって切られたか。まあ、釣りはぼちぼちで、あの、豊浜行きましょう行こうか。映像撮れんかったもんで、うん、豊浜の桟橋の下撮ってみましょう。はい、ということで豊浜漁港の方にやってきました。ちょっと桟橋がね、爆風で水中ドローンを、ね、落とせなかったんで、ちょっとまあこの辺でやっていきたいと思います。いきます。プカプカしてるのが、これがコントロール一つで上参ります。下へ参ります。前回も見せますか皆さん。こんな感じでね、すんげえかっこいいんですよ。ラジコンですよ、ラジコン。こっちだ。で、45度ね、カメラの向きも変えれます。上向きます。下向きます。今ね、ヘッジ映してるんですけど、よし、じゃああとは水中映像でお楽しみください。豊浜漁港はどうなってるのかな。さあ、防波堤の下はいなかったけど、港、漁港の中にはいるかな。ちょっとゴミが落ちてますね。豊浜漁港、相変わらず昆布、ワカメが生えてて、向こうよりかは若干透明度は高そう。あ、でも奥の方はすごい濁ってますね。あ、でヘチのとこにもお魚いなくて、浮いてる海藻の下にもお魚はいません。うん、あ、なんか小魚がいますね。ちっちゃい小魚が3匹見えます。なんだろうあの魚。ちょっとこの画像だと分かんないですけど、このドローンね、高光度ライト LED の
結構明るいライトもついてるんで夜でも可能です。うっ、魚の死骸が一瞬見えました。あ、なんか右下にいますね。あれは、お、この魚メバルかな、メバルの赤ちゃんですかね。ようやくお魚が見えました。はい、じゃあそういうことでね、今回は水中ドローンを使ってみたんですけど、水中の映像かなり鮮明に映るし操作も簡単だし、ね、すごくいいと思いました。あ、もしね水中ドローン皆さん気になる方いましたらぜひね使ってみてください。綺麗な海で使うとすっごいいい映像が撮れると思います。まあ遠征とか行く際はねこのドローン使ってちょっと綺麗な映像また映したいと思います。とりあえず僕のゆかりのある防波堤と地元のね富山の海を映してみましたという回でございました。兄貴とおじさんの干物もねすごく美味しかったです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回ここ見てチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。はい、ということで魚広場やってきました。七輪で食べるバーベキュー食材をね買いに行きましょう。あ、おはようございます。どうも、どうも、今日も似合ったらでかなもんです。いいね、うん、おじさん、あの更新お土産です。あ、ありがとうございます。あ、これあの兄貴と僕から1個ずつ、1個ずつ、これ兄貴からこっち、ありがとうございます。更新せんべい、更新せんべい、これは更新カレーです。これ僕からです。おじさん、あのカレー好きなんで。ありがとうございます。今日何、今日どうした。はい、今日はあのバーベキューするんで砂浜で、はい、着物を買おうかな。買うんだ、買うぞ。物はあの兄貴の着物。兄貴、おはようございます。今日はあの砂浜でバーベキューやるんですけど。砂浜でバーベキュー。風吹くよ、今から。そうなんですよ、なんで早いからかですよね。ああ、早いからか。今日のおすすめ。今日のおすすめ。おすすめは、おじさんのところで何買ったの。おじさんのところはな、日頃はな、どうだったら、俺兄貴のところで顔でええとか言いやがって。ああ、どういうことだ、これは。どういうことなんだ。やってけ。違う方があるじゃないですか。違う方があるよ。片っ端から買ってけ。片っ端から買ってけ。全部買ってけ。全部上から下まで買ってで、横もいいって、横もあるから。横はいらない、横はいらない、今日は横いらない、横じゃあフグいいよ、フグ。はい、いつものあれじゃないですもんね。そうだよ、サバフグじゃなくて悲願だもん。悲願うめえっすよね。いいぞ、やった。じゃあ一列ね、お願いします。甲子園のお土産ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。今度はみんなでユーザンサー行きましょう。ユーザンサーね、楽しかったね、帰ったら。これを食いたかったわ。甲子園めっちゃ綺麗。最高、最高。何が、月が吹く、こうやって全部かね、全部じゃなかった、残念だ、残念。すいません、ちょっとあの貧血だもんね。そういうとこもあるんだ、どう面白い干物。面白い干物があるんですか。はい、長いです。新商品これね、めっちゃうまい。ちょっと炙ってね、絵になるよ。じゃあこれも買ってきます。買ってください。はい、ありがとうございます。あれ、これ色が違うの。塩と醤油と。あ、醤油の方がいい、醤油がいい、醤油がいい、醤油がいい。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。やめとけ、やめとけ。バカだ、お前。やめとけ、うまいに決まってるの。やめとけ、騙されるな。騙される。ちょっとあの、騙されたと思って買ってきて。騙されたと思って。騙してねえか。新商品、新商品。あ、新商品なんですね。そうそう、これは俺の動画でも出る。新商品。はいはい、騙してねえか。騙されるな、会長。すぐ騙されるな。潮干狩りまた行きましょう。行きましょう、行きましょう。また、あの今度はドッキリなしでお願いします。